それは言えないわね。だってあなた、琴子さんじゃないかもしれないでしょ。記憶がないんだもの。写真を見る限りね。でも今は世の中も便利になったのよ。顔だって変えられるわ。それこそ誰にだってなれるんじゃないかしら。報酬は出せないわね。記憶がないんじゃ本人として受け取れないもの。あら、一週間あれば記憶を戻せて本人だと証明できるわけ。まあいいわ。その代わり1ヶ月だけよ。それが過ぎたら報酬はありません。みつこさん、それじゃあこれは仲介料です。はい、ありがとうございます。私個人じゃないですよ。斡旋事務所宛てに入金してもらったんです。私の仕事はですね、ミヤさんに京一郎くんを紹介するところまでなんですよ。私はきちんとお仕事をしたから報酬ももらえるんです。現実って得てして納得いかないものよね。それじゃあ頑張ってね、京一郎。なーにが頑張ってね、京一郎だ。やつめ、今日一郎も羽の下伸ばしちゃってさ。目に浮かぶようだったもん。付けはどうやって払うんだ。まあこういうこともありますよ。元気出してくださいね。泣きっ面に蜂です。調子に乗るな。よくないと思いますよ。怪しい探偵にも狙われてる。あんた、
ここは爽やか美津子さんにお任せですよ。京一郎くんと同い年ですよ。とにかくなんでダメなのかがはっきりしているんだし、妥協案というか解決案が必要だと思うんですよ。意見はどうなの？え、私ですか？私は京一郎さんだったら。私はここにいてもいいのでしょうか？そうだよ、安心してね、ことこさん。ことこさんは私が守るから。はい、よろしくお願いします。本当に書いてあるよ。ダイナミックディテクティブサガーラって何？わあ、京一郎さんってかわいそうな人だったんだ。痛々しいにも程があるな。京一郎くん、頑張ってくださいね。
きっと次回もキリキリまい。みんなこんにちは、元気印のナビゲーターキリちゃんです。いきなり本題なんだけど、ここはね、次回予告をするところなんだ。みんながどんな風に進んでいけばいいか教えてあげちゃうよ。よく聞いて、よく考えて選んでね。1話が終了した後、京一郎さんは3つの依頼を受けちゃいます。その依頼をどの順番で解決するかによって最終話が変化するんだって。それによって仲良くなれる女の子も変わってくるから注意してね。さて、第1話ようこそマイハウスをクリアしたので、次は第2話です。第2話は次の3つの中から選んでね。これは浮気調査の依頼だね。こういう普通の子こそ妙に探偵っぽいよね。とっておきのヒントがあるんだけどな、聞く？2話目にこれを選ぶと M ちゃんと仲良くなれるかも。舞子かな、まどかかな、みやさんかな、みつこさんかな。うわー、たくさんいる。これでいいかな。オッケー、それじゃあ行ってみよう。次回、ふざけろ大学教授にレディー。これはティー用のカップだからコーヒー用とは別にしておいてください。この端が欠けてるのがコーヒー用なんですか？それはどっちかというとどうでもいいお客用です。Thank you.
よう、仕事か。野望ってもう少しこうスケールの大きいものじゃないのか。スケールなんて人それぞれさ、視野も想像力も生活可能な範囲に収まるもんだよ。お仕事ですよ。まどかちゃん、どこ行ったんですか？お金は規定の料金と経費です。浮気調査のお仕事になります。よく去っていくのは京一郎君には無理だと思います。でもまずお話だけでも。夢も野望もいいが、何をやるにも金はいるものだぞ。お前はここのツケだけでどれだけ溜まってると思ってるんだ。ツケとは何でしょう。それはメニューに載っていませんでした。